平田のリアスは、富山県東都並郡戸賀村出身の、バドミントン選手。バドミントン日本代表ナショナルチームに選出されている。富山県南都市立戸賀中学校、富山県立高岡工芸高等学校、日本体育大学卒業。富山県戸賀村に生まれる。小学校時代は、野球に夢中だった。中学時代は、バドミントン部しかない小規模の学校だったためそのまま、 入部。中学3年生で県大会シングルス優勝。高校時代はダブルスで全英として大活躍をする。高校2年生で米高タと組んでインターハイで3位に。また、高校選抜でリュウシエンと組んで全国優勝。大学生時代は日本体育大学で活躍。4年生でキャプテンとなりインカレ団体男子ダブルスで優勝。 卒業後、ウ運輸に所属。全日本実業団選手権や日本リーグでの優勝に貢献。しかし、2012年のロンドンオリンピックでは、世界ランキングで上位選手とわずかの差で出場を逃す。また、2016年のリオデジャネイロオリンピックを目指し、世界ランキング19位まで上り詰めていたものの、2016年2月に日本代表を辞退することが発覚した。 上記成績のダブルスのパートナーは、男子ダブルスが、橋本博史かつ、混合ダブルスが、前田美織日刊スポーツの記事バッドプルの記事2011年、スーパーシリーズランキング7位。ありがとうございます。